よろしく。昨日何か知りませんけど、僕家族と焼き肉食ってきました。仲良しなの？なんか家族仲悪い系 YouTuber やってると思うんですけどもさ、ね、本当に僕が大学時代とかって本当にもう家族と目合わせるのも本当にやばいっていう感じだったんだけど、僕がもう YouTuber ってことを公表してもう本当にもう無敵の人みたいな感じになった状態で、もう別に隠すことも何もないし、なんかお金も余裕もあるし、家族全員大人になったなみたいな感じの年齢になった瞬間になんかさ、そんじょそこなの仲良し家族よりも飯食ってんじゃないかっていうくらいなんかだけ高頻度で飯食いに行くようになっちゃって、まあ、2ヶ月に1回ぐらいだけどさ、基本的に僕行きたくないんだけども、あの本当に話すこともないし、あの金払わせるのなんかじゃないけど僕だし、うん、今回なんかしないけどお父さん払ったけどね。焼肉の話でね、やっぱ思ったことがあるんだけどもね、 YouTuber ってちゃんとしてるじゃんと思って、あのさ、 YouTuber ってよくさ店員さんに対する態度とかでさ、なんか延長するかもしれないけどさ、それってやっぱりさ、カメラが回ってさ、 SNS でその瞬間だけ切り取られて、人の上げ足取ろうとかさ、人が誰かを延長させてやろうみたいな感じの目で見てる人間しかいない X っていうクソみたいな SNS に放出されるから、 X で見たらそれで炎上すればなみたいな感じだけどさ、店員さんに対する態度ってさ、世に出してるってやっぱ YouTuber だけじゃないですか。一般の方々、店員さんに対する態度って一般の方々ってやべえなってことね、今回の焼肉に気づいたっていうか、もう家族がやばすぎて、店員さんに対する態度って一般の方々って世に出さないじゃないですか。 YouTuber はそれ世に出してるからそれで炎上するわなって感じでね、本当に見てらんなかった。俺の家族の天才達成だと。まず僕のお父さんは、僕たちはクレーマー日本代表なんだけども、誰の血を受け継いだかっていうとお父様なんだけど、僕のお父さんってあのどういうクレーマーかっていうと、あの TikTok でバズるタイプの、 TikTok でよく老害がバズるじゃないですか。そういうなんか TikTok でバズる老害スタイルのお父さんなのね。TikTok でバズるタイプのクレーマーなのね、僕のお父さん。天才タメ口なんて当たり前らしいな。食器とかさ片付けてもらうんだけどさ、あ、これこれお願い、うん、みたいな感じです。なんか本当に足毛に使うようなね、自分を気づくと勘違いしてんのかなみたいな感じの口調らしい。他の兄弟もなんか知らないけどさ、声小さくてモゴ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 喋ってんさ、え、僕だけでしたよ本当に。僕は YouTube やってるからさ、なんか俺が YouTuber ってことがバレて、そのお店でなんかさ、店員に対する態度最悪だったんだけどって言われるの嫌だから、結構過剰にねお皿を持って、ありがとうございますありがとうございますみたいな注文する時もね、こちらでよろしいでしょうか、はいありがとうございますみたいな感じで、本当にちょっとなんか石回ってババみたいな感じの、僕の他の兄弟はもうね、店員さんに対してありがとうございますって一回も言わないからね。こうやってさ、やっぱり僕ん家の家族がやっぱり本当にモラハラ一家だから、モラハラの血を受け継ぎに受け継いでるから、店員さんに対してなんか感謝の気持ちとか言わないのかなと思ったんだけども、やっぱりさ、隣の宅とか見ててもやっぱりさ、店員さんに対してね態度おかしいよ。一般の方がやっぱりありがとうございますって言わないし、ほぼ店員さん無視よ、うんうんうん、みたいな。え、YouTuber 立派だぜ。YouTuber は異常だみたいな感じでさ、叩くけどもね、一般の方々は、なんかな、自分のその、普段の生活みたいなものを世に出してないから、気づいてないだけなんだなと思ったね。自分が店員さんに対してしてる態度、一回 YouTube で自分の店員さんに対する態度を晒した方がいいね。異常だから、あなたたち、全員。僕んちの家族全員がもうブレアウォルドーフみたいな。なんか僕のお父さんが定年退職祝いなんか会社の同僚と飲んで、そこでなんか僕のお父さんが胴上げされてる映像を見させられたんだけども、なんか僕のお父さん巨漢すぎて胴上げ2回で終わってました。定年退職祝いでーす、イエーイみたいな感じでみんなが集まって、なんかおーってやろうと持ち上げた瞬間、みんなの顔がえってえ、これ死ぬくねみたいな。俺らも死ぬし、落としたらこいつも死ぬし、どうしようどうしようみたいな感じで、これ今から持ち上げんのみたいな、無理じゃねみたいな、えいで、あーってやって解散してました。SNS でバズってる老害見てもあまりビビんないんだよね。僕のお父さんが老害代表みたいな。ということで、今日の動画は、推しにしてほしくない仕事あるある、アンジュの絡みのある映画、安っぽいホラー映画、鬼畜すぎるバラエティ番組、出てほしくない仕事はいっぱいあると思いますけどもね。基本的に僕ね、やってほしくない仕事なんてない、まああるんだけども、推しが恋愛ドラマ出たら、ブチ切れるタイプのオタクじゃないから。長瀬廉くんの東京タワーとかも全然、あれ面白かったな。これ誰も共感してくれないんだけど、僕の元バディのあの、船からおなじみの地元さんって人がいるんですけども、僕その人は長瀬廉に似てなってずっと思ってんだけども、そのせいでも長瀬廉くん見れないのね。あと、長瀬廉くんが結構エロいシーンとかってその頭引っ張ったけど、地元さん何やってないの、すかした顔してさ、なんか女性の首に噛みついててさ、なんか何やってんの。ウームの事務所って六本木にありますから、なんかウームから出るときに東京タワー見るわけよね。東京タワー見た瞬間に、あの実家と身が長瀬廉君見ましたみたいな感じで、今東京タワー見て思い出しちゃったんですけどそうなんですよね、僕あの地元さんに見えるからちょっと笑っちゃうんですよね。何なんですね。推しにしてほしくない仕事その1。はい、バカレア。いや、今でこそさ、あの、バカレア組みたいな感じでさ、ストーンズさんの原点みたいな感じでさ、エモい感じになってるけどさ、AKB とジャニーズ？でもジャニーズって言っていい？ AKB とジャニーズのさ、共演でさ、学園ものってさ、本当にさ、当時はどこに需要があったんだろうねってか、その時僕はジャニーズじゃなくて AKB 派だったから、スキャンダルでワーキャーワーキャー言うたびじゃなくて、本当に、なんならなんかこのドラマで、なんか AKB とジュニアが付き合っちゃったとしても、このドラマがあの2人を繋げたのねみたいな感じ、逆に僕のタイプの人間なんだけども、オタクの方々、リアコの方々は何が嬉しいんだろうって思う。特にバカレアで主人公っぽかったパルルなんてさ、もうジャニオタで有名じゃないですか。あ、びっくりした。あの、松村北斗くんとさ、共演した時あったじゃん。うざい、まるない。あの、松村北斗くんとさ、なんかバラエティ番組で共演した時にさ、パルルがさ、松村くんのことさ、北斗くんって呼んだの。パルル的にはさ、松村くんと仲いいアピール、仲いいアピールなんてこともないかもしれないけどさ、あの、パルルってもうさ、AKB の卒業したからさ、あの、北斗くんって呼んでる中ですってことがさ、バレても別にいいステージのさ、ライフステージ行ってるけどさ、松村北斗くんはまだバリバリアイドルやってるからさ、あの、北斗くんってさ、パルルに言われるの絶対嫌なわけよね。あんたはもういいかもしれないけどさ、R の法則とかもさ、あ、なんかここで出会ってるんだろうな、みたいな。R の法則懐かしいな。なんか知らないけど、僕のお母さん見てた、あそこフォーム楽屋とか合コンになってんじゃないかな、みたいな感じでね。リアコのファンからしたら、あの番組本当にやめてほしいんじゃないのかな。はい、次。はい、始球式。
き、え、いや別に始球式やっていいですわ。ファン層が違うところに推しが行くと僕ちょ結構緊張しちゃって見れないよね。なんか始球式でさ、亀梨和也さんがさ、なんか歌ってなんかさ、ちょっと野球選手たちみんななんかはぁみたいな顔してるみたいな、結構バズったじゃないですか。あれみたいな感じがあって、うん、始球式での亀梨和也、サンマ御殿での声優、稲妻ロックフェス的なものにね、アイドルが出る時もね、ちょっと僕は本当にあーあーあーってなるんです。稲妻ロックフェスでさ、あの欅坂が出てきて、やっぱり稲妻ロックフェスでさ、みたいな感じで歌うところでさ、なんか欅坂がさ、ちょっとあの、なんか口パクでなんかちょっと、なんかチョコ材なんじゃないけど、稲妻ロックフェスで欅坂がなんか仰向けになって腕こんなことやって、何やってんの？待ってよ。制服コインロッカーに預けて、駅のホームで着替えてし、この曲は盛り上がりますけどね。どうでもいいから俺、キツネダンスやめてほしいんだよね。感じがフェミニストおばさんだから僕、あの、キツネダンス見ると、ギラ普通になるんだけどさ、これで思ったんだけどさ、日本の性教育が遅れてるみたいな感じでさ、キツネダンスとかでさ、なんか女性を使ってなんか男性を盛り上げるみたいなやつってさ、結構さ、海外じゃこんなことやりませんよみたいな感じで言われるかもしれないけどさ、海外も海外でさ、アメリカもさ、なんだかんださ、チアリーダーが花形の部活だったりするわけよね。海外も海外でなんか女は肌を露出して男を応援する、その部活、チアリーダーっていう部活が花形なのか、海外に希望を見出さない方がいいよみんな。はい。学校でサプライズ登場。僕のリスナーも結構嫌いって言ってる人いるんだけど、僕これ大好きなのよ。なんでかというと僕で、ね、結構推しに憑依するタイプの人間だから、誇らしい気持ちになるの。推しが学校に行ってそれでキャーって言ったら、なんか俺がキャーってなんか女子高生に言われてるみたいな気持ちになって、結構僕気も、あの結構あの嬉しい気持ちになるんだけど、画面遠くね。まあちょうどいいかこのくらいが。芸能人が一般人集団にいてキャーって言われる瞬間、一番好きなのは、あの、乃木坂のドキュメンタリー第2弾の斎藤飛鳥ちゃんが地元の成人式のその同窓会みたいなものに一瞬顔出す瞬間。あれもう一番好きなのよ。俺もやりたかったなと思って、みんながさ、キャーって言ったらミーハーっぽいから、みんながみたいな感じ、どうもーって言って挨拶だけして帰るみたいなね。あれやりたかったな。だからもうこの成人式、成人になるまでに YouTuber としてビッグになりたかったなってすごい思って、 YouTuber としてビッグになった上で成人式へ行って、あの同窓会に行って、ナナピーウィンクだーってやりたかったな。本当に地元の友達全員切った上で成人式行きませんでした。もう最悪、成人式行かなかったってさ、いつまでもなんか俺成人式行かなかったんだよねってさ、自慢するよね。何歳まで行ってんのね。学校でサプライズ登場ってみんな何が嫌なの？なんでその学校の人だけずるいっていう気持ちになるのかな。俺は誇らしいです、ああやって推しがキャーキャー言われてんのは。推しは僕結構自分自身だと思ってるんで怖いです。次、はい、B 級俳優となら、なんだこれ、わかんない。B 級俳優となら共演していいだろうっていう感じのドラマ。AKB かなこれ。やっぱり AKB ってやっぱさ、イケメン俳優とか有名どころの俳優とさ、なんかドラマとかでさ、共演するとやっぱり延長するもんですから、男として枯れたジジイとかだったら、ね、恋愛しやってもいいかなみたいな感じで、結構なんか B 級って言い方やだけど、なんか有名どころではない俳優さんと共演するみたいな。あ、そもそもだけどね、その、めっちゃイケメンのイケメン俳優さん側が AKB 拒否なのかもしれませんけどもね。AKB でよくドラマやるんだけど、お相手の男性がちょっとよくわかんなかったりするわけよね。それ、僕切られたな、そういう感じ。B 級とならいいだろうみたいなね。ジジイとならいいだろうみたいな。と、AKB のドラマのボブだった俳優がなんか今になってビッグになって登場みたいなやつも結構胸熱なんだよね。あの AKB メンバーのなんかオムニバス形式のなんかホラー映画みたいなやつがあったんだけど、その AKB のホラードラマのモブにあの赤楚衛二いたの。赤楚衛二くんがいたの。確か友永美穂ちゃんだった気がするな、主演。アドレナリンの夜ってみんな覚えてる、懐かしいな。友永美穂ちゃんだ。俺の驚異的な記憶。友永美穂ちゃんの回のそのモブに赤楚衛二くんいるんだ。推しにしてほしくない人こそ恋愛リアリティーショー。あのシルマビルちゃんがさ、あの私結婚しましたみたいな感じのさ、あれってどこのその事情があるの？誰が喜ぶのあれ？ドラマでクールな役やってる子がさ、昔ちょっと恋愛リアリティーショーでなんかさ、狼ちゃん的なものでさ、それでなんか女の子に騙されてるシーンとかみたいな、本当にもうえぇ、ってなるよね。これ確かね、実家ふとみの推しですわ、うん、実家ふとみがもう永遠に言い続けてるんだけども、実家ふとみで大会予報が好きだから、樋口康平くんだっけが好きなのね。でも樋口康平くんであのなんか狼ちゃん的なものに出てなえなのに騙されてる。樋口康平くんみたいなかっこいい顔の子がさ、なえなのちゃん行くんだ、なんか童顔美少女みたいなとこ行くのねみたいな感じでも、ちょっとってなるんだけど、大会予報のキャラと違うみたいな感じになるかもしれないんだけども、結構本当に好きなのか知りませんけど、狼ちゃんの後なんかインスタライブとか2人でやってるのね、なえなのちゃんと樋口康平くん。それで自覚とみ無事入れてました。実家でも絶対ナイナナちゃん嫌いじゃん。フラッシュ的な雑誌の表紙。なんか今日つまんねえな。今日のとかつまんねえわ。どうでもいいけど、アンナとか東京カレンダーとかあったらさ、はくつくかもしんないけどさ、本当になんかほぼそれさ、週刊文春じゃないのみたいな感じの雑誌の表紙。AKB って何でもやんだよ。びっくりしたもんね。確かに高見ちゃんかな。高見ちゃんがある雑誌の表紙をやりまして、その雑誌の表紙に、絶頂に達しやすい体位5選みたいな扱いがあった。高見ちゃんがイエーイみたいな感じで写真撮ってる、ここに、絶頂に達しやすいって書いて、アンナとターザンと東京カレンダーだけやってください。でもアンナのさ、アンナのセックス特集も結構言われるよね。やめてって。あれいいと思うけど。はい、次。はい、自分でアポ取る系のロケ。なんか俺が YouTuber だからこそなんかちょっと強化接種っていうかなんか見られなくなる瞬間があるんだけどもさ、推しがアポ取ってるとこ見たくなくない？恥ずかしい。断られてる推しとか見たらもうすごい買えるかしそうだし、その店が出てきて、結果発表みたいなやつね。みたいなやつをもう言うて、推しが一般人のおじさんにさ、喋りかけてる瞬間とか、インタビューとか、なんか道聞いてる瞬間とかもちょっと俺一気にじゃ、あ恥ずかしくなっちゃうんだよ。下々のスタッフに任せなさい。芸能人と一般人がさ、なんか絡んだ時のツイッターとかでさ、なんかその一般人叩くムーブが本当に気持ち悪いからさ、それも見てらんないしね。スノーマンのさ、かくれんぼ的な企画もさ、あると。あれでさ、なんかスノーマン見つけた一般人の方でさ、なんかツイッターでさ、晒し上げられるじゃん。それで晒し上げられてその一般人の人も、スノーマン嫌いになっちゃうかもしんないよ。そのトラウマになって。あ、でもこれみんな好きかもしんないんだけどね、俺 YouTuber だからこそ見れないってことこれ、寝起き起き。でも俺も昔は好きだったんだよね。AKB も好きだったし、なんかジュニアとかもさ、なんか絶対 YouTube でお決まりじゃないですか。寝起き起きみたいなね。俺あれ見れないわけよ。寝起きの推しが顔が
汚いとかそういう話ではないですよ。ペンとか使ってそのペンが枕とかについた瞬間とかさ、それちょっとホテルで迷惑みたいな感じで YouTube のコメントのあれのやつだよみたいな感じでさ、もう本当にそういう観点で僕見てられなくなっちゃうんですよ。だから水とかぶっかけとかあるじゃないですか、あれ YouTuber やったら絶対炎上するぜと思って、それなんで炎上するってことがわからないのみたいな感じですごいヒヤヒヤしちゃって、特に緊張したのは僕トラちゃんだったわ。あと A グループもちょっと寝起きドッキリでさ、布団とか汚すたびにさ特別な許可を得て撮影してますっていうさ、コメント出てるけどさ、嘘つけ、嘘じゃないかもしれないけどさ、さすがにその枕が汚れるまではちょっと特別な許可取ってないと思いますよ。それ書きゃいいと思ってんじゃないでしょうね。推しにやってほしくない仕事は、はい、さんま御殿これなんでさんま御殿ってやっぱなんかイライラするんだよな。推しとさんまさんのジェネレーションギャップ的なものでさ、なんかさんまさんがなんか推しの話で理解できなくって、それでなんかさんまさんがそのトークを切り上げる瞬間とかさ、まあ推しが喋ったんでしょうに、でも推し側推し側でなんかちょっと正直意味わかんないこと言ってる時もあるからさ、あさんまさんありがとうございますって思う時もあるし、俺の推し以外にもさいっぱいゲストがいるもんだからさ、推しのターンが少なくなるし、なんか推しがちゃんと喋れるかどうかのさ緊張する時間になっちゃうんだよ。だから推しのトークの邪魔しないで、ね、それじゃあ皆様会いたいだよ、無理だよ、はい、若手女優との濡れ輪シーン、これに関しては本当に何とも思わないんだよね。推しの仕事の幅を狭める感じになっちゃう時もありますからね。でもさ若手女優との濡れ輪シーンはダメだけどさ、だからといってキャスティングされたんだろうなっていう感じの人になるとさ、それはそれでなんかさその女性に対してリスペクトないんだよね。だからこそ僕は言いますよ、広瀬アリスさんだって許さないからね、ミッチーとの濡れ輪なんて許さないからね。つなんか今日の僕の顔なんか美人白眉、はかなげな美少年だね今日。薬やってないからね。同じもの見えてるって思ってるかもしれないけど、同じもの見えてますからね、皆さん。はい、インフルエンサーが相手の胸つきもどき。あ、男子女よ、みたいな。YouTube と絡むな。ドシムーナとかさ、不謹慎なこととか言ってる YouTuber と絡むなっていうね。はい、VTuber。あ、時々あるよね。あの、推しが、なんか VTuber デビューみたいな。あれ、見方難しい。あの、ハッスンとジョー君の VTuber で、見方難しい。モニタリングの高校の推しが高校生として紛れるドッキリ。これ、本当に結構嫌な人多くて、やっぱり僕あの、憑依型なんで誇らしくなっちゃうんですよね。いつか俺もそうなりたいなって思って。みんな、あの、斎藤飛鳥、おすすめですよ。成人式に行く斎藤飛鳥。こっちは金払って推しに会ってんのに、なんでそのモニタリングのさ学校の女どもはさ、まあ、金も払ってないのに推しに会えるんだみたいな感じのね。大学の文化祭に出るとかもね結構荒れるよね。そんな安っぽい仕事すんなとかさ、金払ってるこっちがバカみたいなみたいな感じ。私たち結婚しましたとかいうどこの総演の需要もゼロの番組。あれね、白まみるちゃんどうしたの、あれあの番組って何が誰が恵まれるんだろうね。デート企画、あ、中瀬廉君と広瀬すずさんのさ、あれ忘れらんないんだよ、あれめっちゃ好きなんだよね俺。やっぱり憑依型なんで、あれに対してムキーってなるわけでもないしね。さすがに美しすぎたなあの二人は。ただ松田健太君と丸山礼さんのやつね、僕松田健太あんま知らなかったんだけどさ、ちょお姉系なのかなって昔ずっと思ってたのね。今でも僕あまり松田健太くんで知らないんだけど、ちょっと最近はまりそうだなっていう人ランキング第1位が松田健太くんなんだけども、あの僕が一番最初に松田健太くん知ったらって、あのケミオさんとのコラボなわけよね。でその時に僕あのケミオさんとコラボした時に、ジャニーズにもこういうなんかちょっと女性的なお姉っぽい感じのポジションの子いるんだって思ってたんだけど、最近なんか松田健太くんみたいなめっちゃ男で、ビビるぐらい男で、あの時の松田健太くんどこ行ったの？ケミオくんの喋り方が映ってるだけなのかな？松田健太さんで皆さんどういう人ですか？ちょっとあの僕の間の手が伸びそうです。はい、脱毛サロンのプロモーション、あ、これはわかりますね。脱毛サロン経営するのやめてほしい。ゲームの広告に出てくるモデル、たとえ推しでもさ、なんか広告に出てきすぎるともうちょっとうざくなるとかあるじゃん。好きな曲をアラームにするのも本当にやめた方がいいっていうかさ、僕バンプオブチキンの僕ゼロって曲が好きなの。僕 FF 零式っていう FF がめっちゃ好きなんだけど、まあ、それの主題歌でなんかゼロって曲があるんだけど、終わりまであなたといたっていう曲があるんだけど、これ曲めっちゃ好きで、めっちゃ好きだからこそ僕あの目覚ましのアラームにしたの。そしたらもう本当にもうね、もうトラウマ、もうこの曲もトラウマになっちゃって、僕、冷めてするようになっちゃって。だからみんな好きな曲、アラームにしない方がいいよ。はい、BL ドラマ、仮面ライダーからの BL やってみたいな感じ。そういう道筋みたいなものを一旦挟む時代になりましたよね。なんかさっきエビダンすごいもんね。ね、てかエビダンで僕一人すげえ推しっていうか、いや、もうエビダンの話もすんの俺。やめた方がいいか。ガバガバって思われる。ガバガバって何？でもこれだけは言っときます。あの、アロハくんは僕のものです。やめてください、皆さん。アロハくん好きっていうのやめてください。あれ、僕のものなんで。僕がさ、一回覚えてるかな、あの、彼のいる生活だっけ？ドラマ化するらしいですね。大学時代のピクシブ漁ってる時代にさ、BL 出てきて、綺麗だねっていうふうに思ってたんだけど、それが今ドラマ化されてて、なんか時の流れを感じますわっていうのと、あとなんかもう、なんか BL ドラマ戦国時代みたいになりましたね、今。主演二人は誰ですか？またエビダンですか？彼のいる生活。仮面ライダー系だ。酒井翔さん、22歳。あ、もう全員年下だ。もうムカつく。はい、アンアンの表紙。よくね？迷惑なことじゃね？どうせ絡んでる人、なんかよくわかんない外国人の大変なんて。なんだろうね、このさ、外国人のさ、モデルだったら、まあまあいいかみたいな感じになる。あの、吐息だけの ASMR。吐息って普通にうるせえもんな。はい、コスプレ。あー、ちょっとね、なんか微妙だなっていう時あるもんね。あの、地獄みたいなやつあったよね、一回さ、コスプレ姿で登場してきて、このコスプレをしてる芸能人は一体誰でしょうかみたいな感じのクイズあったじゃないですか。で、あれで、実はこの芸能人は、この子だったんですっていう風に発表されたんだけど、スタジオのじじだし、全員そもそもだけどそのアイドルのこと知らなくて、ああ、そうなんだ。で、誰みたいな感じだって、あの、地獄みたいな空気、あれ最悪だった。はい、占ってもいいですかのやつ。あー、でもそもそもだけど俺、欲しい瞳って、なんか僕のリスナー、どう欲しい瞳好き？信じてそうだもんね。ツボ買ってそうだもんね、僕のリスナーって。でも、欲しい瞳、確定申告とかしてんのかな？確定申告とかするときに欲しい瞳が自分の職業なんて言ってるのかすごい気になりますね。ああ、詐欺師って書いてるのかな。
芸能人がスキャンダル起こした時にさ、その星ひとみとかさ、栗原るいみたいな人がさ、昔こういう占いをしていて、なんか当たってたみたいな感じでさ、なんかまたバズるみたいな、あの茶番何マジで本当に。はい、露骨なビール営業。そろそろ獣耳すらもなんかドラマ化されそうですよね。天使来たんだから。はい、TikTok やらないでほしい。なんかクソインフルエンサーと同じ音源で踊り始めたらちょっと何やってんのって思う。はい、ファンに会いに行く。ファンがこっちから会いに行くからお金を払って。お金払ってもないのに、あ、無理か待って、これまたウームから届いたんだけど、結構前にさ、このウームからバレンタインみたいな感じでラムネ届くんだけどさ、ウームってさ、なんかロゴ的に青が、なんかメンバーカラーっていうか会社のカラーみたいなところがあるから、送ってくれるお菓子全部基本的に青なのね。直撃するわ。それまだ持ってるもん、あの、ウームからなんか嫌がらせかなみたいな感じの、なんかピーウィズみたいな感じのさ、ラムネ。2、3年前くらい、ウームがさ、送ってきたこのウームのラムネ。これ本当に見た瞬間俺ゲロアクションになるぐらいまで、ティーウイルスって思って、ユーウイルス。なんか嫌がらせなのかなってぐらいまずそうだったからさ、逆に保存してるよね。あの、賞味期限2022年1月。ウームの面からが青であることは分かってますけども、あの、食べ物は青いとあの食欲せるので、普通に青くない食べ物をこれからよこしてください。くれるんだ。はい、次、男の子系のキャラでドラマに出演。あー、でもこれ男の子系のさ、キャスティングをさ、本当の男の子系の子にしかキャスティングしないってのも、それはそれなんかつまんないのかも。はい、時代劇ちょまげ。あー、これ。僕ね、ヒューガ渡るくんめっちゃ好きなんだけど、ヒューガ渡るくんの大河ドラマのあの、ビジュアルあまり好きじゃないのね。ドラマで丸ポーズにするとかもね、いいんだけどね。西畑くんとか、トワくんとかもね、YouTuber じゃなくてさ、芸能人系の人ってさ、やっぱ YouTube とかさ、なんか撮影から1ヶ月、2ヶ月後くらいにさ、バーってさ、出すじゃないですか。だからこそさ、あんまり好きじゃないなっていう髪型が、あ、これ好きな人もいるかな。あの、松村北斗くんの金髪、ね、あれ、賛否両論あるじゃないですか。エキセントリックな金髪姿にしてからもなんか YouTube ではずっとあの、黒髪だったわけよ。雑誌とかもずっと黒髪で、あ、なんか、金髪期間一瞬だったのかなって思ったんだけども、違うんですよね。あれ、撮影日がただ結構前なだけで、撮影した仕事って結構1、2ヶ月分ぐらいに出るわけよ、ね。今、それでようやく、あの、ストーンズの YouTube をさ、あの、エキセントリックな金髪の状態の松村北斗くんが出てきて、当分、じゃあ YouTube での松村北斗くんもこの金髪なのかっていうね、あ、なんか自家攻撃みたいな、あと雑誌とかもそうじゃない。最近の松村北斗くんの雑誌、あの、エキセントリックな金髪なわけよ。好きだけどね。うん、あの金髪も好きだけどね。うん、でもこれから続くのねっていう、一人自家攻撃みたいな、音楽本業にしてるならバラエティ出てほしくない。で、どちらかというと推しがさ、音楽の地に行ってる姿の方が俺はあんまり見たくないんだよね。夏のロックフェスもそうだけど、マジの歌界隈に推しが行ってる方が僕緊張しちゃう。はい、激辛や大食い系の仕事。途中できつくなってほぼ吐しゃ物みたいなものが口の中から見えるの無理。これもちょくちょくあったわ。まあ、そもそもだけどその激辛に耐えてる姿が、本当になんか拷問みたいな見てらんないっていうのもあるし、あと口の中普通に汚いみたいなね。俺あんまり思わないかもな。なんなら口の中の吐しゃ物見たいかもね。同事務所の若手グループのプロデュース。プロデュースされた子たちがさ、永遠にそのさ、先輩を尊敬してますってさ、どの媒体でも言い続けて、もうええって思うときない。あ、もう何もないし、どんだけ大倉くん褒めんのって思うときない。そうですね。感謝を伝えたい人は、はい。大倉くんですねって、もう大倉くんええって。大倉くん。何もないし、いつもの大倉くん。アニメの実写、コムドットと共演。はい、どうだったでしょうか。今回とか以上になります。少しでも面白いなと思ってくれた後、ぜひともチャンネル登録と、あとこちらのエッセイ買ってください。書店で買ってください。書店での売り上げ次第では重版されるかもしれませんだって。それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、 TikTok、 ゲーム大好きな人もいるので、誰かまでの7サワーのスイングで結構も組まされていくよう絶賛発明してるガルガチクチャンネル公式ツアーインスタグラム未来が見えるよーとかまでも。ではまた明日までください。